徳島を愛する人々の番組週刊 YouTube 徳島ボリューム1でイエーイ、始まりました。始まりました。本日もですねスタジオSよりお届けいたします。はい、今日がですね本当1回目の放送です。もうどういうんだろう、感慨深いね。頑張りましょう。今日もですねこの番組で MC しております、林修一です。どうぞよろしくお願いします。そしてお隣です、山口千秋ちゃんです。はい、山口千秋です。よろしくお願いします。そして、ね、しろちゃんでございます。篠原ひろしさんです。はい、こんばんは、篠原ひろしです。頑張ります。そしてラストがですね2週目の担当でございます JP です。どうも JP です、よろしくお願いします。はい、 JP です、よろしくお願いいたします。さあです、早速始まりました、ね、はい、この番組は徳島ラブっていうね、地元ラブ、はい、徳島を愛する人々の番組ということで、毎回ですねゲストの方をお迎えして、はい、なんかいろんな話をお聞きするという番組でございます、ね。まあこの間ですねちょっとした番宣みたいなね、なんか5分ぐらいでしたっけ、はい、そうですね、はい、ね、YouTube 上がってましたけれども、うん、今回が本ちゃんでございます、ボリューム1ですので、はい、皆さんにですねいいねお話を聞なんだっけ、どういうんだっけ、僕が聞けるようにお話すればいいですね、はいはい、よろしくお願いします。この番組のご意見ご感想はこちらまで。出ました、番組アットマークメディア 459.com です。こちらまでよろしくお願いいたします。お願いします。さあです、じゃあもう早速いきましょうかね。はい、じゃあ本日のゲストはこの方です。ボジャンポール、ギターと三線を片手に弾き歌う唯一無二のほろ酔いぞめき吟遊詩人。さまざまな音楽経験を生かしジャンルの壁を越える波を乗りこなしていく独自の音楽センスで、弾き語りと言わせないような踊れる弾き語りを目指されている方です。はい、ということでですね、なんとこのボリューム1流行る第1回のゲスト、ゴジャンポールさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもうこれだから JP ね、はい、あの JP がラのご紹介というか、そうですね、ゴジャンポールさん、なんかじゃあ千秋ちゃんの今の付け加えて付け加えると、はい、どんな感じで、歌だけでもないし、うん、ギターだけでもない、はい、もあとパーカッションとかもできますし、何でもできるんですよね。あと三線とかもね、うんうん、それからジャンルも、アコースティックだけじゃないんですよ、はいはいはい、レゲエだったり、うん、まあ、ヒップホップだったり、まあ、阿波踊りだったり、はたまた沖縄民謡だったり、おもういろんなねジャンルもう何でもできるですよね、ほんまに。すごいね。なるほど。僕も一回あの小松海岸でセッションしてもらって、なるほど。あの僕がラップで、うん、それ見ました俺。酔っ払って。はい、ということで、はい、ゴジャンポールさんね、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、こんな感じでゴジャンポールさんを年表で今日話しようかなということで、こちらでございます。出ました。1993年ギターを始める15歳、1996年ポールと呼ばれ始める、2003年東京へ、2012年故郷へ帰る、2016年アルバムリリースということで、まず一つ目の1993年ギターを始めるからです。ギターを始めたきっかけ、もうモテたかったから。そうですよね、はい、間違いない。それってなんかあれでした、バンドブームとかだったんですか。バンド、そうですね、まあバンドも流行ってたし、はい、やっぱりギター弾くのがこうかっこいいみたいな。あ、ちなみに一番最初に弾いた曲は何だったんですか。一番最初に弾いたのは洋楽なんですけど、レッド・ゼッペリン。おー、ゼッペリン、はい、天国への階段、はいはいはい、ジミー・ペイジ、ジミー・ペイジです。すごい、そこから入ったんですか。はい、でもさっき聞いてるとね、なんかこう、アコースティック調が強いような感じなんですけど、はい、そこから、最初はエレキギターだったんですか。最初はエレキですね、エレキからアコースティックへ。アコースティックに、アコースティックギター弾き始めたのも
ここ10年ぐらいなんですよ、ね、あ、そうなんだ。それまではずっとエレキ。ということはさっきの年表ちょっと出してもらっていいですか。全体的な10年ぐらい前だとね、東京にいる時ぐらいですよね。そうですね。東京においでになる時にアコースティックに変えられてっていう。そうです。で、今のスタイルが入る感じなんですか。あ、そうです。ギターを始めるのはモテたかったから。女子はでも惹かれますよ。ギターかれます、ね、かっこいいなって思いますもん。かっこいいっすもんね、うん、かっこいいです。男子もあれですよ、モテるのはやっぱり音楽からですから。中学校とか ね、やっぱり、うん、小学校とかね、足が速いとかね。そうそう、スポーツができてね、まあ音楽分かりますね、うん、じゃあ続いていきましょう。続いては1993年から96年です。ここです。これ JP 読んでください。ポールと呼ばれ始める。これ一番聞きたかったんでしょ。めっちゃ気になっとったんですよ前から。聞かせてください、由来を。これはね、なんか恥ずかしくて、仲間内でこう飲んでて、こう新しく知り合った仲間で飲んでて、その時につけられた外国人の名前をみんなでつけて、その中でもういろんな名前がいたんですけど、はい、僕はポール。ポール、はい、ポールでよかったですか。うん、あのポール・マッカートニーとか。マッカートニーって絶対言われるでしょ。あ、ポール・ウェラ。ポール以外にはベラって言ってくれる人はちょっとこう通やなとか。僕ポール・スミスしか出てこないんですけど。ああまあね、デザイナーですね。いやでもね、うちの今日のね、はい、オペレーターはジョニーとキャッシュとキャッシュジャックですから。もう全部横文字なんだ。そうやっぱそんな感じだったんですね。そうですね、やっぱりで、なんかポールって呼ばれてるのがなんとなく自分でも気持ちよかったし、なんかポールっぽいよねとかも呼ばれだして、多分背が細長いから。あ、なるほど。柱と勘違いしてるんだろうな。他には呼ばれなかったんですか、ポール以外に。いや、あるよ、他のあだ名も。ブライアンだったり。あ、そういうのはそんなはなかった。横文字はないなかったですか。ブライアン・メイですか、なんとなく。まあでも96年にポールと呼ばれ始めるという。まあでもポールと呼ばれ始めて、今は頭前ついてるんですか。ご、何でしたっけ、ゴジャンポール。ゴジャンポール。これ なぜついてたんですか、ゴジャンポール。まあずっとポールという芸名でやってたんですけど、はい、うん、僕日本人なのになっていうのがずっとこう引っかかってて。いやでもゴ、ゴジャンポール。ゴ、あ、これはね、いろいろなちょっと芸名を何回か変えたりして、はい、ちょっといろいろ悩んだ挙句に、うん、そうやこれやっていうんで決めた名前なんで、はい、まあ、へぇー、ゴー、なんかブランドみたい。ジャン、ジャンポールゴルツやろ。そう、もうそれしか出てこなかった。あれですか、ゴジャンポですか。ゴジャンポです。そうです、ゴジャンポやね。ゴジャンポ、ゴジャンポってアワベンですか。アワベンなんですか。アワベンやね。アワベン。あ、そうなんや、うん、だからゴジャンポール。ゴジャンポ、なるほど。僕もなんか知り合いでいますよ、マッチはないとっていう。あ、それ俺ですか。それはマッチャイナイ。マッチャイナイ、そうですね。間違いないイコール。そういうの流行ってんですか。語呂合わせですかね。なるほどね。で、ポールと呼ばれ始める。じゃあ続いていきましょう。続いてです。2003年東京へ、はい、東京行かれたんですね。はい。なぜ東京に。東京に、ね、まあもっとそれより若い時から、はい、まあ、音楽するんだったら東京来なよみたいな感じで。絶対言われるんですよね、詳しく東京の人とかにも。なんぼのもんやねんとか思って、こっちで音楽活動、まあ当時はね香川とかでしてたんですけど、でもまあちょっとまあやってたバンドが解散して、で一からまたメンバーを探そうと思った時に、なかなかまあメンバーが見つからないのもあって、じゃあちょっと東京に行って音楽をやってみようかと。でも、あれでしたっけ、15歳で93年でしたっけ。はい。ってことは何年後、10年後よね、2003年だからね。ってことは25歳、24ですかね。あ、24歳。はい。ちょっとあれですよね、遅いですよね、行くのがね。ちょっと遅いっちゃ遅いですね。はい。でも思い切って、はい、音楽だっていう。あんまり別に思い切ってもなかったんですけどね。あ、そうなんですか。軽々しく、ああ、なんか行ってみようかな、東京行こうかなっていう、うん、なんかこう
向こうで知り合いがいるとか、なんとかがあるとかがあって言ったんですか、っていうのもあって、あ、それもあって、はい、で、東京時代ですよね、はい、で、この後だから徳島に帰ってくるわけですけど、はい、その東京にいた間の話が非常に面白いっていう、はい、どういったいろんなエピソードがあったと思うんですけど、いろいろありますね。じゃあその中で、はい、ベスト3の中の、はい、じゃあ2番目聞かせてもらっていいですか。2番目なんだよね。2番目2番目でいいか。ランキング化したことがないんでね。ああ、じゃあ今パッと思いついたなんかその当時のエピソード。やっぱりその東京っていろんな人と出会うじゃないですか、うん、はい、だから思いもよらなかった、その例えば海外のね、はい、ミュージシャンとかもしょっちゅう来てるし、うん、だから思いもよらないほど距離が近いんですよね。あ、そういったミュージシャンと、はい、絶対会えないだろうなっていう、絶対会えないだろうなとか、うん、一体どういった方とお会いされたんですか。例えばね、その一般的には、うん、日本ではそんなに有名じゃないですけど、はい、フランスにテテっていうミュージシャンがいるんですけど、はい、僕と同じような弾き語りをやってるミュージシャンで、うん、もうその弾き語りとかを始めて、とにかく僕はテテっていうのを参考にして、あ、そうなんですね、テテの演奏とかを、でフランスではもういわゆる日本でいうと武道館とかを埋め尽くすような人気があるアーティストで、そのテテが来日した時に僕はただただファンだったんで、ライブを見に行って出待ちをしてとかいう感じで、こうそういうのを積み重ねていったら普通に仲良くなっちゃって、そうなんですか。そう、自分がすごく憧れた方が、そうですね、まあ友達になっちゃった。友達に、まあ年が近いのもあったと思うんですけど、でまあそれからずっとこう友達付き合いしてて、でまあもうそのミュージシャンのランクで言ったら、そんなテテなんか僕と比べたら全然もう比べもならないぐらい上にいるミュージシャンなんですけど、まあそのね友達というかつながりもあって、2年前か去年か、去年徳島にもテテを呼んでライブをしたりとか。あ、そこまで親しくなったんですね。そうなんですよ。へー、すごい。なるほど。2003年東京へですからね、はいはい、でこの後ですよ、この後が故郷を帰る、うん、でも最近ですね。そうですね、4年前。どうですか2003、2003年から2012年帰ってきて、帰ってきてやっぱりね、なんかこうもうすごくまあいろんな理由もあったんですけど、衝動に駆られる部分もあって徳島に帰ってきて、なんかすごい良かったですね、やっぱり帰ってきて。めっちゃ田舎やなとか思うところも、うん、もうでもね、東京で宮殿もおられるとやっぱ景色も、まあ、全く違いますよね。ですよね、あったものがなくなってたりとか。そうですね、新しく、うん、あ、まあ、ちょっと商店街の寂し人の皆さんにはちょっと寂しくなったんですけど、逆になんか、いや、まあ音楽で盛り上げていけたらいいなって思ったし、とにかく僕がなんか帰ってきた、まあ理由はいろいろあれど、それをこう後押ししてくれたのが僕、阿波踊りっていう存在だって、はい、徳島の阿波踊りですけど、あのまあ阿波踊りが広まって、関東ってもういろんなところで阿波踊りやってるんですよね。そうですよね、食べ物屋さんの居酒屋の中で阿波踊りしてたりとかね。そうそう、ありますよね、よく見ます。すごい盛んなんですよ、はい、で、だからそれでなんかすごく誇りに思ったんですね、地元の踊りだぜと。お前ら踊ってんのは徳島の俺の地元の踊りだぜ。そうですよね、だから高円寺ですよね、うん、ものすごく有名ですもんね。まあでも地元の踊りだってことね、で2012年に帰ってこられる、でこの後ですよ、現在ですか。はい、ここです。やっぱでもこう重要なとこここですよね、アルバムリリース、はい、そうですね、これからなので。まあちょっとなんかトン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 って来ちゃいましたけど、はい、まあでもアルバムリリースということで2016年今年でございます。もう、もういつ発売。もうレコーディングはしてるんですけども、はいはい、本来ならもう出ててもおかしくない頃なんですが、うん、ちょっとまあなかなかこう
納得いったものが作れず、うん、こう取り直ししたりとか。なるほど。ジェビー一緒にやったりしてるんで、 そうですね、そのこだわりが分かります。そうですね、もうほんまになんか聞きやすいんですよね、ポールさんの、まあ、まあリズム取りやすいというか、はい、実際アルバムの中身なんですけど、うん、どんな感じの曲が詰まってるんですかね。ですね、まあ1枚目なんで、言っても自分のソロで出すのが、はい、なんでまあ基本今弾き語りをベースにしてるから、はい、まあ、音はシンプルに生演奏でギターと三振と歌っていうのを中心にして、うん、あんまり他のものは使わない。うん、なるほどね、うん、ギターと三振を使って、はい、うん、なんか千秋ちゃん聞きたいことないですか。聞きたいこと、結構まあ多分最初エレキから急にこうアコースティックに変えられた時って、はい、やっぱ全然違うもんじゃないですか、もう音とかも、はいはい、苦労しました。だいぶそんなこともないんですか。苦労っていうほど苦労は してないですけど、やっぱりまともに弾けるようになる、そのスタイルが身につくようになるまでにはやっぱある程度時間はかかりましたね。うん、やれてるつもりやったんですけど、やっぱりギターでもエレキギターとフォークギターでは違うんですよね。違いますよね、もう全然雰囲気も違うし、はい、ネックの太さも違うし、何もかも違うんで、やっぱ違うでしょうね。はい、まあ、でも聞きたいことあるんですけど。どうぞ。僕もあの中学校1年生の時にあのフォークギターを買って5日でやめたんですが、はい、もちろんモテたいとモテたいという理由で、はい、あのやり始めたんですけど、あの実際今まで音楽、今日までやられてるじゃないですか、はい、モテましたか。あ、そう、やっぱり音楽をやっぱ男なんでね、そこはやっぱり、はい、音楽やってなかったら、はい、全然モテてなかったでしょうね。まあ、でも出会いはすごい増えましたよね。増える増える、出会いは間違いない。JP か、出会いがすごいですよね。じゃあ今見てる方はね、はい、ぜひ音楽は始めばモテますから、はい、みんなもうぜひで、この後ね、はい、なんと生ライブがございますんで、楽しみなんですよ。楽しみ、楽しみ。もうその前にですね、はい、もう一番近いところのポールさんのライブがございますんで、千秋ちゃんぜひぜひ。はい、こちらでこちらでございます。ポールさん、これはどういったライブなんでしょうか。はい、ヒロキングっていうあのブルースハープハーモニカ吹きが、徳島に来てライブをしてくれるんですが、はい、もうかなりもう僕が思うには日本でももうトップクラスのハーモニカ吹きでして、共演してるアーティストとかもすごいメンツなんですよね。おが、あの僕の東京時代の、はいはいはい、最初にバイトし始めたバイト先の先輩なんですよ、もともとあって、まあ、そういうつながりもあって、うん、かなり最初の東京行った頃にあの音楽的なものを叩き込んでくれた人ですね。それがですね、うん、この土曜日ですよ、この土曜日に、オープンが19時、スタートが20時です。ライブチャージが投げ銭、投げ銭制っていう、これは何でしょう投げ銭制。まあそのね、入るのにチャージはいらないんですけども、うんうん、あのまあライブ演奏を見て感動したなら、その思った自分の思った、あ、そういうことね、額だけ入れてください、はい、こう帽子なんか入れるとか、そうそう、そんな感じのね、しますみたいな、路上のあのギターケースみたいな感じですね。はい、すごいストリート感があるっていう ね。じゃあもう一度出してください。場所がですね、カフェ&バーノロっていう、これしのちゃんわかります。名前は聞いたことあるんですね。はい、これもうちょっと場所のズームとかがあればいいんですけど、ちょっとだけ寄ってくると。何ビルですか。何ビル、下です、下です、ここです。秋田町2丁目竹内ビル1階でございます。2丁目はシダックス越えてからになりますね。はい、あの辺りの竹内ビル1階で、問い合わせ番号はどっかにあるのかな。ないですね。あのメールください。はい、あそうか、こちらのメールの方にいただければですね、はい、あ横にゴジャンポールさんって書いてますんで、こちらの方にお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあです、いよいよです、
まあ、この番組30分ですからね、はい、まあっという間でございますが、うん、なんと生ライブを、はい、やっていただけるということで、はい、じゃあちょっとだけこれも音とか僕らします、音しますね。じゃあポールさんちょっと準備お願いいたします。これいいですね雰囲気が、はいはい、それで照明の方も変わるんですよね。ちょっと若干照明ジャックお願いします。おー来たー、雰囲気が初めてで、こんな感じで初めての生ライブ、ほんまの生ライブやね、すごい、はい、うん、いい感じで。ポロさんなんていう曲を、日が沈む前に、あすいませんなんか開いなくて、もう一度お願いします。日が沈む前にお願いいたします。ゴジャンポールさんでございました。すごい、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます。いやもうこれ本当ですね、うん、すいませんマイクがね、癒されましたね、めちゃめちゃ癒されました。ですよ、あれですね、本当にアルバムが楽しみでございます、うん、ありがとうございます本当にね新しいアルバムがね、
はい、発売されたらもうぜひぜひね JP、はい、もうこの番組で即座に一番にご紹介したいですね。いいんですか。いやもうぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。それさっきもね出たようにね、はい、7月16日でございますんで、7月16日ねこれライブございますんで、皆さんぜひぜひ足を運んでいただければと思いますね。土曜日ですからね、今週のよろしくお願いいたしま す。じゃあ、この番組いよいよエンディングでございます。エンディングはですね、いきましょうか。エンディングナンバーっていうのがあるんですよ今回からね。おう、いきましょう。エンディングナンバーこちらです。ヤマトトラックエイエイ、人生は自分次第。さあです、本当30分番組なんでね、あっという間でございましたが、この番組のエンディングはですね、徳島のミュージシャン、今日ゲストもね、はい、ねポールさんもそうですけど、徳島のミュージシャンの曲をエンディングテーマで毎回使おう、どういいですね、うん、ということで第1回目はですね、なんていう方ですかこれ、なんていう方ですか、誰ですかね、これ誰ですか、僕ですね。JP ですね。JP、J の P ですか、はい、ね、これだからあれなんですか JP、 なんか噂によると、はい、夏にアルバムが発売されるっていう、そうですね、全国リリースされるアルバムの、まあ、あのファーストアルバムが2014年でしたっけ、そうですよね、はい、マッチはないとね、はい、それからですね、今回セカンドアルバムがなんと出ます。お夏に、夏にですか、いつ出るんですか。8月の17日に出ます。おお、タイトルは、タイトルは変わり者。あ、そうか、さっきのがジャケットって言ったんですね、はい、そうなんですよ。ジョニーさんもう一度出してもらっていいですか。変わり者すだちですね、めちゃめちゃ。あー、徳島ラブですね。そうですね、はい。こんな感じでですね、毎回こう徳島のミュージシャンの、音楽をね、はい、皆さんにエンディングでお届けするという形でございます。はい、この番組はですね、いろんな方のご意見ご感想、それからこの番組に出たいという方ね、はい、募集いたしております。なんとなく今決まってるの1年間ぐらいやりますからね。そうですね、48回ありますか。あ、まあでももう2回終わってるんで、はい、あと46回か、はい、ね、46回ありますんで、皆さんぜひぜひ、出たいという方はこちらまで、番組アットマークメディア 459.com でございます。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、ね、いかがでしたかちゃん、今日は。いや、生演奏を聴けたのがすごく良かって、ね、うん、心に響いてます今でも。もうポールさんが ね、良かったね、素敵な歌声でね、うん、素晴らしい。どうでしたかしのちゃん。僕一緒のこと言おうと思ったことかぶったんですぐ切り替えました。あの初めてね、1回目なんで結構緊張するかと思ったんですが、うん、あのすごく楽しめました。ああ、そうですか、はい、なんか良かったですね、はい、でポールさんとも僕年4つしか変わらないですけど、初めお会いした時ポールさんのこと年下と思ってましたから。ああ、はい、またでもポールさんもね多分遊びに来てくれると思うんでね、はい、ぜひぜひこちら、スタジオエースの方にねお越しください。お願いします。じゃあ JP いかがでしたか、はい、そうですね、普段からまあよくね会ったりしてるんですけど、うん、カレー食べに行ったりね、うん、しょんですけど、その中でもまあ危険ことが結構聞けてよかったですね。なるほどね、エンディングの曲もいいね JP。 ありがとうございます。ありがとうございますね。ということで、徳島ラブの番組です、徳島を愛する人々の番組、週刊 YouTube 徳島ボリューム1お芝居でございます。お届けしたのは林修一と山口千秋と篠原博士と JP と順番が違うで、ゲストはゴジャンポーさんでございました。それではおしまい。ため息漏れる日々に慣れてしまいそう、そんなやつじゃないんだって。ハプニングの連続ばっかりかよ、何が起こるかわからないもんだよ。先生はいない、心の闇、学生のこの魔法。